はい、どうもこんばんは、ミスチラー TV です。えー、緊急でね、この動画回してます。えー、皆さんミスチルのあの、サウンドトラックスのトレーラー見ましたかついさっきね、本日のついさっきアップされたんですけど、ちょっと内容がね、そのトレーラーの内容が、すごい衝撃的というか、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、どういう内容だったのかというと、まあ、今回そのサウンドトラックスに収録される何曲かがそのショートバージョンで、何曲か流れてるのと、一緒になんかその、今回のサウンドトラックスの えー、サウンドトラックスへの思いみたいなのをそのよメンバー4人それぞれがね、語っていって、最後に、その桜井さんが、なんか、現時点でこのアルバムで最後にしたいみたいな、そう、このアルバム以上のものを作れる自信がないみたいな発言をされてて、まあ、あたかもね、その引退うそ引退を匂わせるかのような、もう、その発言はどう考えたって、もう引退以外考えられないよね、みたいな発言をされたんですよね。で、僕もちょっとその発言を聞いた時ときは、衝撃的で、 あ、もうここまで来ちゃったんだと。あ、ミスチュラはもうここまで、その作品作りを追求してきて、あ、もう、なんか、情熱というか、まあ、ちょっと、わかんないよ。本人たちが情熱がなくなったかどうかわかんないんだけど、もう本当、情熱がなくなっちゃったのかなみたいな、ちょっと心配というか。いや、本当にショッキングでしたね。純粋に。もうなんか、それ以外言葉が出ないというか、僕でさえ、あの発言はもしかして、もう本当にこれが最後のアルバム、なんのかなと。 ちょっとすごい、僕もちょっとショッキングだったですね。ショッキングな内容だったなと思うんですけど、本当にちょっとびっくりですね。もうそれだけですね。うん、でもちょっとなんか最近の桜井さんというか、近年の桜井さんちょっとおかしいなと。あの、おかしいっていうのはこの頭をおかしいとかいう意味じゃなくて、ちょっといつものとは様子が違うなっていう、あのー、ちょっと、と思った時期があって、僕の中で。 それはいつかというと、その2019年のアゲンストオールグラビティツアーの時に、皮膚呼吸の前かな、そのライブが終わった後か、ちょっとすみません、そこら辺はちょっと、あのー、厳密に覚えてないんですけど、なんかね、そのもう僕がもういつ声が出なくなってもいいみたいな発言をしてたりとか、まあロンドンに行く話もその時してたじゃないですか。なんか、その時期、その僕、アゲンストオールグラビティ行ったんですよね、福岡公園。行って、それを実際に聞いた時に、あれ、桜井さんなんか本当に、 すごい、まあ、なんか、ギリギリのところ本当に。なんか、ミュージシャンとしてのギリギリのところまで来てんのかなっていうのは、ちょっと、薄々とは感じてたんですよね。その時期に。あ、だから、まあ、その、まあ、今回引退、引退は、引退とは厳密には言ってないけど、その、なんか、まあ、引退を匂わせるかのような、その、この作品で最後にしたいみたいな発言を、はショックだったんですけど、なんか、それ以前から、ちょっとなんか、あ、ちょっとおかしいなと。なんか、ちょっと、いつもと違うなとは思ってたんですよ。その、アゲインストオールグラビティ、去年の。 の時からいやだかからまあここまで来ちゃったのかなともうなんか作品作りがもう本当にもう究極のところまで来てあ,あもうこれ以上は無理なんだなとだ限界を感じてるのかもう本当桜櫻井さんがどう思ってるかは僕も分かんないですよだけど僕はあ,あなんかそこまで来ちゃったんだなっていうように感じたんですよねうんちょっとびっくりでしたねいやーやっぱりねいやでもまあすごいっすねうん やっぱりですね、もう本当にね、まあ、僕は本当にミスチルに出会って、えー、まあ小学2年生の時からね、もうずっともう聞いてますけどね、やっぱりもう素晴らしい作品をね、たくさん読み出してて、本当にいろんな人がね、聞いてるじゃないですか、ミスチルって、本当に。もうなんか、やっぱりその音楽って、やっぱりその文学だったりとか、やっぱりまあ、そういうのとは違って、まあ、文学って、本って、やっぱりなんて言うんだろう、ある程度、 その、言葉を知ってなかったりとか、あと、何て言うんだろう。ま、その、ある程度の、その、読み手の知識の量だったりとかで、結構その、文学作品って、その、面白いかどうかって左右されるじゃないですか。その、読み手によ、読み手によって、やっぱりその、違うわけで。でも、音楽って、その、あまり知識はいらないじゃないですか。音楽を聴くっていう意味においては。どんな人が聞いても、その、ま、が、知識がある、ない偽を、やっぱり音楽って耳に入れる情報だから、ある程度、その、何て言うんだろう。 どんなに知識がない人でも、どんなに知識がある人でも、その、いい作品を聞いて、その、いい、これがいい作品だなって思えるのっていうのは、その、結構平等じゃないですか。その、音楽作品のいいところってそこだと思うんですよ。その、あまりその知識の、あの、有無は関係ないというか。うん。いや、だからその、その、なんていうんだろう、もう、いろんな人に聞かれてるのがミスチルで、なんか本当に、やっぱり、いろんな人の心を打てるっていうのは、本当素晴らしいことだと思うんですよね。 うん。まあ、それをミスチルは、もう本当に、第一線で日本の中でやってのけてるアーティスト、バンドだと思うんですよね。いや、だから、いや、本当にもうミスチルは素晴らしいですね。もうこれはもう揺るぎないし、僕別にミスチルを、あの、まあ、いろんなね、嫌いな曲とか言っちゃってますけど、僕も、総合合合わせても、ミスチルは文句なしというか、もうミスチルはすげえなって思ってるんですよね。 ある意味、リスペクトがあってこその、ああいう動画なんで、そう、もう、リスペクトは根底にあるんですよ。そこは、理解していただきたい。僕の動画を見てる人には。本当アンチだろうが、なんだろうが、そこは理解してほしい僕はもう本当に、ミスチルは超リスペクトしてる上で、毎日こういう動画を出してるんで、いや、ちょっとね、まあそこはまあいいんだけど、まあちょっとね、まあ、いろいろね、今回のそのさっきのトレーラーで、いろいろ思わせてくれましたね。うん、やっぱ、 やっぱりねすごいアーティストっていうのはやっぱりその限界だったりとか、なんかそういうのがあるんでしょうね。ビートルズだって、やっぱりそのアビーロードっていうね、最高の作品をね、出して引退したじゃないですか。まあ、引退というか、解散したじゃないですか。まあ、もしかして、そういう感じなのかな。アビーロードでね、確かね、アビーロードのスタジオかな。イギリスのロンドンだから、多分アビーロードなのかな。うん、そう、そこら辺で録音したのか、ちょっとすみません。知識不足で申し訳ないですけど、まあ、ちょっとね。 ロンドンに行ったからっていうのもあるのかもしれないですねちょっと、まあ、まだ引退と決まったわけじゃないし、まあ、これは本当僕のただの一感想なんでそう断定はできないですけどちょっとまあショッキングだったっていうお話ですうんやっぱりねちょっと休憩しますわいや本当。まあでもその櫻井さん自身が この,このサウンドトラックスは最高傑作だってまあおっしゃってましたけど、まだ僕らは、まだ数曲しか聴いてないですよね。まだ聴いてない、えアルバムに入ってる曲って、まだあるじゃないですか。他にもまだ、その、公開されてるのってまだ数曲じゃないですか。だから、まだアルバムを聴いてないから、僕たちがその、まだ最高傑作かどうか、まあ僕も、まあ僕は割とそのね、すごいフェアにね、聴くんで、まだね、聴けてないから、そのアルバムのね、作品の、そのクオリティ次第ですよね。まあそれで僕はね、 あの、いや、こんなんでね、終わんなよってね、思っちゃうかもしんないし、あ、もうこれはもう、これで最高傑作だし、もうこれはもうこれで引退しても、文句はないねって言える、言うかどうかは、もうそれはもうアルバムが出て聞くしか、聞いてからじゃないと分かんないから、まあ、ちょっととりあえずアルバム聞きたいですね。まあもうすぐ、リリースされるんでね。うん、という感じで。まあね、まあでもあの、まあミスチルはね、まあ引退したとしてもね、 多分ね、まあ僕の中ではその、まあミスチル引退してもね、多分ミスター・チルドレン・デラックスとか言ってね、そう、スーパー・ミスター・チルドレンみたいな感じで、またね、まあ新しいね、バンドとして生まれ変わるのはね、まあ期待してますね。という感じで、はい。いやー、皆さん、ぜひね、あの、まだ見てない方は見てください。うん。という感じで、ちょっとショッキングな内容だったんで、はい。まあ僕のね、あのー、僕も本当ミスチル大好きなんで、そう、ミスチルのあのサウンドトラックス出たときは、破壊風動画を出します。僕あの、レコード版も買ったんでね、 うんえー、ぜひね、その動画も、あのぜひ僕の今日の動画で興味が湧いた方は、ぜひね、あの見てくださいという感じで、はい、今日の動画は以上です。はいえー、今日の動画で、えー、あこの人、面白いなと思ったりとか、あこの人、あの角度がげえやと、他の人たちとはちょっと視点がちげえよと思った人は、ね、ぜひね、チャンネル登録と高評価、ね、お願いします。はい、Twitter と Instagram もね、ぜひフォローお願いします。えー、で僕自身も、ね、音楽を。 作ってますんで、まあ、僕もミュージシャンをやってても、本当に僕も曲がね、たくさん作りたいんですよね。アイデアがまだいっぱいあるんで、僕はあのストックね、何百曲もあるんで、ちょ早くね、世に出したいんで、ぜひね、皆さん聴いてくださいね。うん、皆さん聞いて、僕のね、し僕の曲の新作もね、ぜひね、あの興味があった方は、ぜひ楽しみに待っててください。もう本当僕もね、その今回の桜井さんみたいに、あのもうこの作品で最後にするぞ、みたいな感じまで曲作りたいと思ってるんで、ぜひね、えー、お願いします。という感じで今日の動画は以上です。